干名残鉄メイクでちょっと落としたけど残ってかも。終わりました。よいしょ。今日はね、すいません急に始めちゃって、今日はその学校の団体の貸し切りだったんですけど、あのめちゃくちゃ学校の子がいて、あの私こんな席が埋まってるの初めてだったんですよ。ほぼ満席みたいな状態で、そうほぼ満席で、中学生かな、そうで、なんか2つ学校が来てたんです確か。でなんか変に緊張しちゃって、それにあとはまあなんだろう、わかんないんだけど、謎にずっとこう前髪を押さえる子がいるんだ。前髪をめちゃくちゃかな、そう前髪気にしちゃう子とかとか、一番前の席で男の子たちが結構こそこそこう喋ってるのを私見えちゃってて、そうなんかそう、それがすごい私なんか全然気にしなきゃいいのに気にしちゃって、そうこう目合わせたりしてるって一番前だとちょっと見えちゃうのね。なんかそれでなんかすっごい集中力消えちゃって、なんか今日はちょっとめっちゃ滑舌悪かったし、そうまあ授業できてるからさ、そりゃ興味ない子も全然いるわけだし、そうとかなんだろう、面白いシーンとか、まあ、例えばさハグするシーンとかあったら、中学生ってちょっとニヤニヤしちゃう年頃じゃないですか。そうだから今日はなんかそうファンの子とか、ファンの子っていうか、まあ、気になってくれたらなって思ってたんだけど、ちょっと難しかったな。髪はしないけど滑舌鬼悪でした今日。もうなんか早く言わなきゃみたいな、よくわかんない緊張になっちゃう。まあ初めてだったから仕方ないっていう風にしちゃえばあれだけど、うん、なんかファンの人がいない空間だったからすごい、明日もそうだね同じ感じで、明日で終わりですね。まあ今日は確かに経験かな、まあ、私が多分そのなんだろう、皆さんはもう経験していらっしゃるけど、ちょっとカメラ気になるな、私はまだ一回も経験ができてなかったので、ちょっと言い訳っぽくなっちゃうけど、まあ仕方ないよねって思います。ちょっとへこんだかな、ちょっとへこんだかな、
まあちょっとはあの駅見ると可愛いやんとか思ってくれればいいやとか、舞台っていいなって思ってくれたらか。伝わってから、伝わったかな、それならいいんだけど。夜ご飯か、何食べよう。何食べよう。迷い中です。何食べよっかな、マック食べよっかな。迷う。マック以外？むずいよ、マック以外って。スーパー？カップ麺になっちゃう。ウーバーはないです。ここにウーバーはないです。中華ってさ、私全然メニュー昼だったからかな、メニュー全然なかったんだけど、ファミマまで歩く。ワンチャンあり。スーパーか。でも今日朝昼兼用でサラダと酢豚食べた。スーパーの富士っていうスーパー、でも荷物もまとめないといけないしな。
ックにしようかな。いやもうマックだなこれは。もうマックだなこれは。買ってくればよかった今。今っていうか、うん。あとはキャリーバッグを片付けないといけないの。すごい。すっごいいっぱいある。そう、一回帰ると出る気本当に失せる。一回酒のチーズ食べるわ。そうなのよ、一回さ帰ってくると。でも甘いお菓子しかなくて、散らかしてはないけど、なんか服を散らかってはない。でも全部キャリーバッグから出てる。うん。でも富士でもあり。今日なんかな、無事歌壊滅的に下手くそだったかも。てか今日結構やばかったと思う。市内まで遊びに行ったりしないの。あんましないかも。明日朝公演だしね。わが名はなんかもう わが名はってやつなんだけども、もうおかしかった。笑っちゃった。やばかった。なんか、で、しょっぱなからずれた。本当にもう終わったと思った。眠い。もう今日もあんま寝れなかった。
1019。だからもう悔し涙私めちゃくちゃ流すかも。てか自分に納得いかなくて、なんか何やるかろう。今日もちょっと泣きました。実はびっくり、すごいいっぱい、ちょっと待って、むずっ、むず、むずい、むずっ。お大事さまとおひなさま、この辺にいったらいいかな。タワー分、これもしかして終わった。YK さんかな。 YK さん、タワーありがとうございます。タワーじゃないな、タワー分ありがとうございます。ありがとう。あっ、接続が達成練習してる。ひな祭りだって明日。何時にショールームしようかな、夜しようかな。朝は絶対しんどいよね。劇場か、6日。ちょっとやばいな。マックね、ショールーム持ったら買いに行こうかな。ゆるちゃんちゃんちゃんの味、初だ。緊張風。アイドルできるかな、久しぶりじゃない公演。
ね、歌い方ね。でも私やっと今鉄の歌い方になって、鉄っていうかミュージカルの歌い方になってきたと思うから、すぐアイドル声に戻るとすぐしゃくっちゃう。胸の奥を吹き抜けるみたいに、君は僕の風だ。変わったかな、変わんのかな。果実のような結晶をそのまま。上手と下手か、これいつも聞かれるけどいつもわかんないんだよな、どっちだろう。ポジションは君は僕の風の方。なんかね、このポジションマジ下手と上手むずいんよな。真ん中がいい気する。あんま分かってないこのポジション、が横にさ、自分の本当のポジションの方もう覚えてないけど、6日の方も覚えてないけど、メイビーセンターポジか。あ、本当だったらね。でも違う。もう一回は違うよ。もう一回メイビーどこいるんだろう。サビ。どうしよう。疲れちゃった。でもなんかすごいなんか友達多いイメージだった。6日の公演、溶けるチーズ食べながら放心状態。泣くと疲れるよね。泣くと、泣いたから疲れてる。泣かんかったら疲れる。目が重い。明日は
好きなんですけど、ある子が見に来てくれるので、これはまあ言っていいのか分かんないんで、なんか本人に聞いてみてるんですけど、ある方が見に来てくれるので頑張ります。なんでって絶対なると思う。バレてる。なんでしてんの。あれ。なんで。待って、あれネタバレしちゃったかな。あれあれね、でね、まあ報告できたらします。頑張ります。食べた、チーズ。私さ、食べてる時ペロッとするんだけど、みんなしない？ペロッてするか、人間誰しも咀嚼音。ペン、肌ツルツルはあれよ、加工してるからよ。これ目赤いな、の鉄メイク。ショールーム本当に有能なんです。あ、誕生日はハッシュタグ考えてなかった。うなたん、うなたん21歳、まんじにしようかな。やめよう。エフェクト切ったらどんな感じです。いいよ、やってみよう。これか、こんな感じ。すごい。こんな感じ。まんじってでもハッシュタグつけれないか。あんま変わんない。いや変わるよ。ほらこうしたい。絶対変わるよ。ほら小さい凹凸が出てくる。こうさせて。いや、まんじはやめとこう。やめとこうか。うなたん21歳にしよう。え、つけられそう。
でもなんかまんじってつけてるのはずいからな。どっちがいい？あ、誕生日まであと何日だっけ？ 20?28 日？服部優奈21歳とのがいい？違うね、服部優奈、うなったん21歳でいいか。はずい、なんかいいか。じゃあ写真どうしようかな。眠い。うなたん、ひらがな、21歳、数字漢字にします。まあ、でもメモは順番選ぶだからな。鉄の写真でも載せれば。本日のジョンマイラブでした。学校感激って書けばいいのかな。学校感激。学校感激もあり、たくさんの。なんて書いたらいいんだろう。21は数字がいいな。あー、メール書かないの、ごめん。メール書く、絶対書く。自分でハッシュタグつけてツイートする。うん、みんなにしてもらうためにハッシュタグつけてください。学校感激もあり、学校感激もあり、初めて席にたくさんの人が座ってたので、いつもと違う緊張でした。何か響いてるといいな。本日は学生さんたちに見ていただいて
本日もジョンマイラブでした。学生さん、やばいやばいやばい、学生さんたちがたくさんいなして、初めてレベルでいっぱいの人が座ってたので、いつもと違う緊張でした。何か響いてるといいな。そして3月に入ったので誕生日までカウントダウンしていきます。ケーキ、ハッシュタグうなたん21歳で、ツイートくれると、待ってよ。そして3月に入ったので誕生日までカウントダウンしていきます。なった21歳まであと28日ツイートしてくれて嬉しいです。よし、 OK、 熱を乗せました。眠いよし、とりあえずキャリーバッグをまとめます。じゃあちょっと早いですが、マック食べる、マックはマックは絶対食べる、ご飯は食べたいな。みんなは夜何食べるの？カレー、うわカレー食べたいな、近いうちカレー食べよう。なんか一人暮らししたらカレー作る気マジでならないね、わかる？よし、じゃあ終わります。明日は夜かな、夜できたらします。夜にできたら夜にします。13位まぼろしさん、12位亀丸さん、11位しんすけやっとまーくなとりどんさん、10位やっすんさん、9位中心やっとまーく超大森なとりどんさん、8位 MM ルールズやっとまーく岐阜の夜と人生に乾杯さん、7位ゆうきさん、6位 YSA73 さん、5位ひのちゃんの中心さん、4位ダイヤくんアットマーク最近リア恋リア恋気味ですさん、お嬉しい。3位ライさん、最近髪型超かわいいねユーナスキーさん、2位ロロさん、1位マイキア